このチャンネルは青森県のプロサッカーチームヴァンラーレ八戸のホームタウン16市町村の観光地飲食店を皆さんにお伝えしているチャンネルになります。ぜひ最後までご覧ください。そしてさらにチャンネルを盛り上げていくためにチャンネル登録お願いします。こんにちは、ヴァンラーレンタカーの石ちゃんです。カレンです。本日は青森県三戸郡五戸町に行ってきます。はい。五戸町は多分地図出てると思うんですけど、八戸の左上にあるところです。ヴァンラーレンタカーでは J リーグ、JFL のどのチームのファンクラブ会員証でも提示していただければ車を割引してお貸ししているのでぜひ借りてください。そしてお問い合わせのある方は下の概要欄に電話番号があるのでそちらからお問い合わせお願いします。はい、本日乗っていく車がこちらのヴァンラーレンタカーのメルセデスベンツ A180 になります。多分見ていただければ分かるんですけど結構コンパクトでスマートな形しててかっこいいと思います。で、青森の旅行をより一層楽しむためによかったらベンツを借りてみてください。それでは向かっていきます。はい、出発しました。今日は五戸のひばりの公園というところに向かっております。ひっちゃんどうですか、このお車。いつも通り運転しやすいいつも通り。この車はホンダレンタカーの中で一番ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃくて、はい、でもなんだっけ、はい、フロントガラスもなんていうのシュッとしてる感じ。スマートな感じで、女性よりかは男性が好む形なんじゃないかなって思います。なるほど。結構暑い。今日めちゃめちゃ暑いから、エアコンの効きもいいですよね。ああ、そっか、周りが早いもんね5人とかでなんていうの、ドライブ、する時は A クラスより B クラスの方がいいと思うんですけど、はい、今みたいに2人でドライブとかだったらこういう車の方がいい、おすすめ。乗りやすいしね。乗りやすいし、いいですよね。あと15分ぐらいなんですけど頑張って運転していきます。はい、お願いします。はい、ひばりの公園に着きました。はい、いっちゃん、すごい斜めいや、こっちの線が消えてるんです。こっちの線が消えてるのが悪いと思います。私こっち見てやるんで。あ、なるほどね。そう、あ、本当だ。まあ、枠に入ってれば OK OKOK それでは、向かっていきます。すんごいいっぱいいる。初めて来た。はい、ここのワクワク冒険広場には長い滑り台があるので行きたいと思います。よーい。待って、え、遅い。あれれれれ、どうですか、カレーさん。痛い、待って、痛い。わかるさ、映ってない。楽しい。待って。え、これどうやって滑ってます？もうちょっとゴールです。やばい。やばい。はい、終わり。久しぶりに乗った。超シュールなんだけど。疲れた。はい、ひばりの公
公園は、なんだろう、遊具もたくさんあって、今日もお子さんがすごいたくさんいましたよね。いるね。もう、まあ、暖かいのもあるんですけど、野球少年そうです、敷地広くて中に野球場とサッカー場もあるので、もし散歩がてら来てみて、それやってたら見ることもできるし、遊ぶ遊具もたくさんあるので、ぜひ来てみてください。見てください。次じゃあ行けますか。はい、行ってきます。はい、暑い。馬肉、これそれだね。赤い方いいですか。うん、赤い方いい。じゃあここごっそりごっそりごっそりいっちゃいましょう。馬肉はマジで美味しいから。何回前来た時も結構取りましたよ。めっちゃおかわりしたじゃあもう結構で、ちょっとこれも油入ったやつ、ちょっとこれは何個あってもいいから。いや本当に、え、食べれるか余裕よ余裕よ。さすがです。あと何がいいかな。あとは私キャベツ食べたい。あ、キャベツ食べよう。キャベツつくね焼き鳥、これ食べます。豚さん、あ、食べたい。どっちがいいですか。一本ずつ、一本ずつ。じゃあこれも、はい、お願いします。Thank you.
味噌汁も飲む？飲みます。飲もう。お味噌汁もあるので、はい、飲みます。お味噌汁はこんな感じで具を好きなだけ入れてください。自分で、自分でセルフサービスです。すごい、ね、面白いよね。豆腐がたくさん、美味しそう。いいねいいね。はい、食べ放題のお肉を取ってきたので食べ放題を始めたいと思います。イエーイ。いただきます。いただきます。野菜、うん、最初に肉よくなくなる。いや、一緒に、じゃあ迷ったら一緒に行きます。めっちゃ多い焼き物あれだからね、焼かさないよ。馬肉の焼き馬いただきます。うまっ。タレもうまい。馬肉ってヘルシーなんだよね。うん、らしいよ。最高だね。はい、取り食べます。どうぞ。マジプリプリです。味付いてるからね。あっこ、あっこ、あっこ。確かに、だって取ってすぐ。うん、うまっ。すごいですよね。焼けてた。焼けてました。柔らかい。カレンさんは焼肉焼くのうまいんです。あ、本当ですか。はい、今までちょっと苦手分野だったんですけど。よかったです。よかったです。肉がいいんですね。カレンさん結構ここ来てるんです。うん、ここ来てる。じゃあここで鍛えられた的な。ああ、そういうことかな。すごい綺麗。ソーセージ食べた。熱いよ。絶対熱いよね。いや、絶対。これってさ、あれなのかな。タレ？タレ？つけるのかな。多分私はつけます。じゃあ行ってみましょう。絶対熱い。パチンチューってくれる。うん、どういうものかにもよる。あー、そう、うん、すごい。でもそんな中ヒートってなりました。まあ食べれるから、OK。 うん、食べれるから。美味しいですか。うん、うまい。最後の一ついただきます。そう、絶対熱いね。うん、うまい。はい、と食べ放題食べ終わりました。ちょっと調子に乗って取りすぎちゃったんですけど、美味しかったですね。食べきりました。はい、無事。レストラン佐々木さん美味しいので、ぜひ皆さんも来てみてください。おすすめです。おすすめです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次いきますか。はい、はい、次行きます。はい、ご飯食べ終わって次は UN って書いて UN っていうところに向かいます。ドリンクを買って少しゆっくりしたいと思います。はい、じゃあ向かっていきます。
はい、うんさんに着きました、はい、渡ってすぐなので行きたいと思います。やっぱルールは守ってかないと。マジ佐々木から秒過ぎたすぐ着いた。こちらご覧ください。ピザすごい美味しそうなんですけど、数日前に多分動画が上がってると思うので、そちらの動画も見てください。はい、私はいちごミルク。私氷キャラメルカフェに。さすが。どんなんだろう。じゃあ頼みました。あ、これはもうここお寿司。すごい、すごい。いきます。チン。あれ、なんか喋ってた。かわいい。これ美味しそう。こんにちは。こんにちは。いちごミルクと、はい、キャラメルのやつ。はい。はい。これ絶対飲める人は映え。どっちも炭酸飲めないんです私たち。絶対美味しい。すごい、なかなかなくないですか、こういうさ、クリームソーダ持ち帰りみたいな。うん、ありがとうございます。いちごとマキアート。ありがとうございます。かわいい。じゃあ、うんさんでドリンクを購入してきて、はい、ちょっと飲みたいので、先の公園で飲みましょう。はい。はい。戻ります。戻ります。はい、戻ってきて、さっきとはちょっと反対側かな。うん、そうですね。さっきの公園と反対側のところに来ました。こちら桜がいっぱいあります。桜の木の下で飲みたいと思います。すごい可愛い。ちょっと溶けちゃった。見てください。これ星あるんですよ。星。伝わる？うちナッツだね。生クリームとナッツ、キャラメルソースって感じ。いただきます。え、鍵。あ、まあいいや。まあ、うん、優しい。うんうん、味ついてる氷なんですよね。すごい。どうやってやってるんですかね。固めたんじゃない。混ぜて。ちっちゃい製氷機とか。氷がいちごとキャラメルなんですよ。そう。すごい。だから氷溶けて薄くなるの嫌いとかね。ああ、確かに。逆に味してくるかもしれない。そうそうそう。味変わってくみたいな。美味しい。甘い。この辺のスタバらしいです。はい、帰ります。バイバーイ。あ、間違えた。え、これ怖いんだけど。ですね。バイバイ店長。はい、今戻ってきました。はい、戻ってきました。と、今日は五戸の魅力をお伝えしたんですけども、はい、どうでしたか、いしちゃん。やっぱり五戸の馬肉は最高に美味しかったです。美味しかったです。美味しかったし、五戸美味しいし、自然も豊かだし、ベンツの車内の乗り心地も良かったので、皆さんぜひ借りに来てください。来てください。お願いします。お願いします。はい、他にも十和田と八戸の魅力もお伝えしている動画が上がっておりますので、そちらの動画もチェックお願いします。お願いします。本日も動画を見てくださりありがとうございます。他にも皆さんのためになる動画がたくさん上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。バイバーイ。